ディウム3にご来場いただきありがとうございます。あ、3だ、ごめんなさい。ゴリウム3にご来場いただきありがとうございます。それでは自己紹介させてください。ハイクールの最年少、梨が大好きなフルーツ担当ゆいです。よろしくお願いします。ゆいちゃん、ありがとうございます。はい、お寿司やお刺身、お魚料理が大好きな高校2年生なおです。よろしくお願いします。なおちゃん、ありがとうございます。はい、アイラブお肉、お肉担当14歳ことみです。よろしくお願いします。ことみ、ありがとうございます。はい、続いての曲、あ、違う、その前に最初に聴いていただいた曲は Your Smile でした。はい、思った以上に皆さんが騒いでくれてて心がすごい嬉しかったです。はい、この後も、この後もじゃない、始まったばっかりなのでぜひ盛り上がっていってください。お願いします。続いての曲はとピュアガールズプロジェクトを2人でやります。はい、そして2曲続けてなんで、もう1回、もう口が回らない、もう1曲あるんですけど、もう1曲は3人で未来の扉をやります。未来の扉じゃないよ、あ、間違えた。僕らのライブ、君とのライブでした。やばいやばいやばい、時間がおかしくなってきた。時間、うん、自分の中で関係してるのが変になってきた。ダメだ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、大変申し訳ございません。はい、ありがとうございます。やばいやばい、泣きそうになってきた。あれ、どうしたの。あの、皆さんの温かい心がすごいぐさぐさと刺さりました。あの、すごいなんか、すごい優しいなっていうのと、あとは、まあ、今回が契約前最後だっていうのがいろいろあって、すごい、やばいやばい。予想にもしてない展開、本当に。なんか泣くと思ってなかったし、やめて、やだ。やだ、やだって言った。泣くと思ってなかったし、しかもなんか休学だからって思ってて戻ってくるしって思ってたんですけど、まだね、何曲もあるからね。そうなんですけど、なんか始まったところからすごい考えてて、このやばい、もう本当に一曲一曲が本当になんか思い出あったし、メンバーいろいろ変わったけど残ったのは変わったって言ってもこの3人はずっと前からいたし、なんかもうなんか本当にやばいやばい、なんか何やってるか分かんなくなってきた。なんか本当にいろいろ思い出あって、一曲一曲大切だなって思いながらいろいろ考えてたら涙が出てきそうで怖いでした。もうね、出てる、ごめん、出てる。そうなんだけど、もうやばい。はい、はい、明かり話題しよっか、書いていい、どうぞ。衣装新しくなったんですよ。かわいい、ほら、明るくなった、素晴らしい。はい、明るくなったの。いや、これが最後だことに突っ込まれるのって思っちゃった。あと何回でも突っ込んであげるよ、うん、いや別にいいや。はい、まあね、こういう感じでいつも始まって終わるんですけども。はい、やばい、予想にもしてない展開すぎて頭が真っ白になっちゃった。何話そうとしたか忘れちゃった。待って、本当にやばい、どうしよう、何話そうとしたか忘れちゃった。衣装が新しくなりました。はい、そしてこの衣装なんですけど、色が決まってるんですけども、この色、この色、違う、この色がイメージカラーではありませんっていうのが言いたかったのと、そしてこの前リストバンドを作るって話して予約を取ったんですけど、そちらで決めた色がイメージカラーになってますって言おうと思ってたんです。誰が何色なんですか。やばいよ。はい、じゃあ、はい、リストバンドがじゃなくて衣装が黄色なんですけど、
イメージカラーは緑です。可愛いです。はい、はい、私ですか。私はちょっと水色なんですけどピンクです。はい、はい、そしてはい、私切った、自分で切ってた、やばい。はい、私はゆいちゃんが着てる黄色です。いつもと変わらずって感じですね。黄色大好きなんで、はい、でも衣装はなぜかというと私が紫着たいって言ったからです。はい、ただ単に単純なことでした。で、じゃんけんでここ決めたよね。ね、そういう感じに決めました。なんで紫着たいかっていうのは本当に違う、ひなたは青でしょ、あなた。紫なんかちょっとでも大人っぽく見られたいなっていうだけです。なんで聞いてくださいよ、変わらないんですよ身長。そう、ね、見ての通り、ね、変わらないんですよ。でも高校2年生ゆいちゃんだから、知ってるよ。あれゆい何年生だっけ。中学1年生あれでなおは高校2年生です。もう本当にだからちょっとでもあって思って紫が来たかったんです。はい、なるほどね、はい、ね、そうやってね、ちょっとずつ色から入ろうかなって思ってました。はい、なので紫でイメージカラーは黄色です。はいはいはい、まあ、そんな感じでこの衣装も着たり、フレフレカラーの緑の衣装を着たりとしていきたいなと思ってます。はい、じゃあ次行きますか。行きましょう。はい、曲紹介してください。あ、私がですか。はい、あ、私がですかね。はい、はい、と次もまた2曲続けてやります。はい、はい、1曲目がはいはい、1曲目がリスタートです。そして2曲目が未来の扉です。はい、そう、今度こそ未来の扉。はい、はい、それでは聴いてください。どうぞ。
はい、まあね、なんかちょっとお話しようかなと思うんですけど、休学じゃん。はい。何の勉強が得意ですか。超唐突。何の勉強得意ですか。間違えた、苦手ですか。英語。あ、英語嫌い。嫌いなのか。だって私日本人だよ。なんで勉強しなきゃいけないの。それ言ったら終わっちゃう。それ言ったらさ、終わりだよ。うん、だからそう思ってる。いや、必要だからやってんの、ね、でも英語やっとくと外人に会った時、そうそう、ハローって言って、ハロー、そうそうそう、ハローぐらいだったら誰でもいける。違う、ハローって来てなんて声るかわかんないじゃん。ハロー、ハロー。それしかできなかったらダメでしょって話。オーケー、ごまかしてる。まあいいんじゃない。いや、はい。じゃあ好きな教科は何ですか。好きな教科は、うん、あ、体育。違うよ。今プールやってんの。違う違う、そこじゃないんだよ。そこプールやってんの。5教科、5教科、5教科、うん、5教科。あ、数学の先生が面白い。先生、ちゃ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 、得意な教科はって聞いてる。得意な教科なんだろうね。わかんない。ないのかな。ちょっと笑って聞いてる。得意な教科じゃなくて一番なんか点数が良かったとかさ。点数が良かった理科。理科ね。理科、うん、サイエンス、うん、イエー、うん、イエー、うん、うん、あ、そんなテンションで書いてたの。理科、理科、そうなんだ。理科、理科。私勉強できないからなんとも言えない。ゲームできないからここだけだから勉強できない。だから分かれてるんだ、いつもね、ん、勉強面だと分かれてる。勉強面だとね、うん、だでもそれでも私パパ、うん、ギャンパパ、何の話してるか全然分かんなかった。じゃあ違う話しよう。ね、口が回ってないから全然伝わんないんだけど。もうちょっとさ、何言ってるか分かんないんだけど、何言おうとしてたんだっけ。じゃあ最後に琴音に質問がある方どうぞ。いない感じだ、いない感じだ。そんなことはない。みんな死にすぎてるんですか。じゃあ、はい、高校に行ったらやりたいことを。高校に行ったらやりたいこと、あー、でも部活エンジョイしたい。ほうね、ほうね、ほうね。部活、なんか運動部入ってワーキャーしたい。ワーキャーしたい、ワーキャーしたい。うーん、うん、うん、そっか、うん、そっか、高校行って部活、うん、青春だな。ね、青春のね、ね、そんな感じ。部活か、うちら部活ないから分かんない。ないの。いや、あるんですけど。入ってない。でもね、今ね、ゆいもね、部活頑張ってるからね。そうそう、みんな部活部活って言ってるけど、まあ部活ないからなんとも言えないやって感じですね。そうなんですか。寂しいな。はい、バリしなくていいわ。ちょっと喋ってて、ちょっと喋ってる。多分ね、今なおがね、水飲みに行ったから。言うな。そういう意味で言ったんじゃないか。だから皆さんも飲んで体潤わせてください。潤わせて、潤わせる。まあ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 、飲んでください。はい、はい、センター。そんな感じでね、フルフルのライブもあと何曲ですか。2だそうです。あと2曲しかないって感じですね。あと2曲もあるんだよ。あと2曲でも、そうだね。プラスチコ、プラスチコ。はい。はい、あと2曲になりました。そしてコトと一緒に踊れる、そして一緒に楽しめるのもあと2曲です。はい、そんな感じでね、本当に今までね、コトと一緒にやってきたんですけども、コトはすごい突っ込んでくれる時もボケる時もいろいろあるんですけど、突っ込みやすくて、私からしたらですけどね、突っ込みやすくて話しやすくて、そして本当に歌が、あー、ダメだ、なんでこういう話しようとしたんだろう。本当に歌うまくて、自分よりなんかすごいなっていうのがあって、いつもいいなって思って見てたんじゃなくて聞いてました。はい、やばい、真っ白になりすぎて何言おうとしたか忘れちゃった。うん、勉強頑張ってね、とりあえず、うん、頑張る。そうね、はい、そして早く戻ってきてね。そうだね。でも早く戻っても受験終わりまで戻ってくるね。そうなんだけど、受験の日は早くなんないから。そうだね、まさになんか
バカみたいなことを言ってるみたいな感じになるじゃん、そう言ったら。バカですけども。いや、分かってるよ。ずっと言ってるじゃん。うん。やばいよ、ね、おい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 、本当にこんな感じで今までやってきたんですけど、今回これからはゆいと2人で頑張っていくので、応援は絶対にしてくれると嬉しいです。はい、頑張れなんか思ってなさそうな感じ。頑張れ頑張れ今頑張れ情報読み思ってなかったでしょ今。思ってるから、へえ。これが本当。そうだよ。だって棒読みで言ったんだもん。うん。まあ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 、まあ、はい。こんな会話が日常生活聞いていた聞いてたって感じになります。そしてあと2曲。もうこんなぺちゃぺちゃ喋ってても時間は進んでいっちゃうので、じゃあやりましょう。やりましょうか。はい。じゃあなんだっけ次の曲。どうでした。いや忘れてないんだな、はい、それが忘れたの2人でやります。待ってるよ、はい、あと2曲なんですけど、1曲は1人で、間違えた、2人でやります。1人ではやりません、2人でやります。はい、はい、片思いシュガーです。おー、じゃあやりましょう、やりましょうか。それでは聞いてください。片思いシュガI'm not afraid to die.
した、うん、歌ってんのに二人してボロボロ泣き出してえーと思ってあのこっちも泣きたいんですけどって感じでした。まあね、あと1曲あるからね、はい、ね、やばいね、はい、あと1曲あります。はい、この曲は本当にね3人で振り考えた曲だったり、次の曲だね、うん、この曲はって言ったから次の曲はって言ったつもりだったよ。はい、次の曲ちょっと笑ってんのか泣いてんのか笑ってんのか混ざってるよね、感情が楽しすぎて、でも悲しすぎて、なんて言っていいか分かんないんです。はい、まあね、次の曲は本当に振りを3人で考えて作った曲で、構成も3人で考えたので本当に思い出の曲になってますと言っても2回しかやってない、1回しかやってないんですけど、あのね、レッスンからすごい見てるか本当にダメ、泣いちゃうからあれちょっとちょっと何やってんのか分かんなくなってきた。浸透地で飯を落としてんの。まあまあ本当に楽しめる曲で、そしてと何やってんか分かんないよ。こういう時こそしっかりしてるのが高校生なんですけど、はい、ほらみんな頷いてくれた。まあ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 、まあ、じゃない。じゃない、高校生だもん、ちゃんとしてます。まあね、こんなぺちゃくちゃ喋っててもあれなんで、最後の曲に行きたいと思います。はい、はい、今回は本当に長い時間、そして今まで応援してくださりありがとうございました。でも解散ってわけではないので、ないので、これからも応援してくれると嬉しいです。そして琴美は勉強頑張ってください。あ、頑張る、頑張るね。はい、本当に勉強頑張って早く戻ってきてね。早くって意味はそういう意味じゃなくて、うん、合格してね、合格してって意味ね。頑張ります。はい、そしてこの後は物販になるので、皆さんまだ帰らないでください。そして、たくさんね、こととお話ししてってください。お願いします。いいよ、もうそれで話していいから。ピーチョピーチョ、こちらはそういう喋りしないからさ。ファンの方とそういう話して、この喋り方かもしれないんですけど、こうやって喋ってくれるとありがたいです。はい、はい、何語か分かんないけどね、ことみ語だよきっと。勝手に名前つけたし、ことみにしかわからないからことみ語。あーね、あーね、あーね、あーね。違うか、聞いてください。最後につまらない話を。最近私があーねっていうのがハマってたんですよ。ハマってたわけじゃない、言葉で使ってるんですけど、絶対にあーねって言うと真似してる。あーねですよ。ね、くだらない話でした。話でした。じゃんじゃん。じゃあ終わりします。はい、しましたって、終わりにします。はい、じゃあ最後の挨拶琴美さんで。はい、私それ間違えるからやだ。なんで？なんか部活の時もね、それやったの。うちまた間違えてたの、その時。なんか何を間違えるの？終わりの挨拶の仕方を間違えてたの。だからなおがやって、部活はさ、気をつけ、ありがとうございましたって言ってたでしょ。なんかちょっと違うの、うちらの分かんない、やばい、いいけど。はい、以上、フレッシュフレンズでした。